放尿する少年をかたどった小便小僧排尿、あるいは放尿とは、体外に尿を放出する行為である。自分の意に反して、尿を漏らしてしまう行為は、失禁と呼ばれる。本校では、人の排尿を主題として説明している。排尿を理解するには、泌尿器系の全体像を確認しておく必要がある。泌尿器系は尿を生成する腎臓、少量を貯蔵する。 人伴、輸送する尿管、大量に貯蔵する膀胱、肺尿時にのみ用いられる尿道からなる。膀胱と尿道以外は左右に合計二組備わっている。腎臓では結晶をろ過することにより、1日あたり1から2リットルの尿を途切れることなく生成している。尿は人肺に集まり、人伴に至る。人伴は枝分かれした組織であり、 根元に相当する部分が伸長することで尿を溜めることができる。一定量の尿が溜まると急速な収縮が起こり、尿管に排出される。尿管は 20cm から 30cm の中空の管である。尿管から膀胱へ尿が移動する原因のうち、尿圧と重力は主なものではない。尿管は三層構造からなり、中間層のひらなめ筋が、 毎分2の4回の全動運動を起こすためだ。したがって、膀胱には1分間に2から4回、尿が送られてくることになる。平均的な男性の場合、膀胱に3 0 0トル程度の尿が蓄えられると、尿意を感じる。これは、膀胱内に位置する新点受容器の働きによるものだ。5 0 0トルに達すると、脊髄下部に由来する、脊髄反射が起こる。 副交換性の骨盤神経を経由し、膀胱の収縮と、不随筋である内尿道活躍筋の主観が起こる。しかしながら、内尿道活躍筋よりも縁い方に位置する外尿道活躍筋は、随筋であるため、意識的に1リットル程度まで蓄えることもできる。 大脳皮質感覚やでは新展受容器からの信号を受け取り、脳幹に位置する排尿中枢と協力して、排尿を制御している。排尿中枢が興奮することにより、不随運動と随運動が強調し、排尿に至る。排尿を制御できず意図しない時に尿を漏らしてしまうことを失禁と呼ぶ。おおむね2歳に成長するまでは、 外尿道活躍筋への神経経路が未完成であるため、排尿反射によりそのまま排尿に至る。なお、尿管は膀胱壁を斜めに貫き、膀胱の頂上部ではなく横断面よりも下に開口している。このため、尿が溜まった場合、さらに排尿中に膀胱の圧力が上昇しても、腎臓には尿が逆流しない。尿は電気伝導体であり、 電流の流れている物体付近での排尿は危険である。海外では街灯の電力ケーブルに向かって立ち証弁をした男性が感電し死亡した例もある。立ち証弁あるいは立ちションとは立って小便をすること。また競技では便所以外の場所で放尿することを指す。校舎の意味で使われる方が多い。立ち証弁の利点は 少ない動作による時間の節約や足の負担の軽減が上げられる。便器の設置面積も狭くて済む。欠点は、小便が便器の周囲に飛び散ること。男性の一般的な排尿姿勢でズボンを履いたままでも排尿することができ、その場合にはチャックを下ろし、陰形を引っ張り出して、両手でもしくは片手で小便を放出する。女性の場合は、 男性とは違い、立って排尿することには抵抗があり、尿の向きをコントロールすることができない上に、飛び散りやすく、尿が足にも伝ってくるため衛生的ではないため、あまり一般的な方法ではなく、夏目漱石の小説、ゴーフで、かかり茶屋の女将は、黒松の寝方で立ち小便をする。また、アダルトビデオでは、女性の立ち小便を題材とする作品も、発売されている。 女性の一般的な排尿姿勢であり、尿が飛び散りにくく、足にも伝わりにくいため、通常はこの方法で行われる。洋式便器の場合は、便器に腰掛け、和式便器、または、野外でする場合は、肩幅より少し広めに足を開き、しゃがみ込んで小便をする。平成時代以降は、洋式便器のみを設置して小便器を設置しない、家屋が増えたことや、 飛び散りによる、便器周辺の汚れをなくすためなどの理由で、座って排尿をする男性も増えている。男性が座り、小便をする場合は、陰形が、便器の内部に接触しないように注意する必要がある。女性の排尿方法の一つで、前鏡の姿勢で尻を突き出し、中腰になって後方に小便を排出する。一昔前までの日本で行われていた方法であるが、 現代では抵抗があるためあまり行われていないものの尿検査ではこの方法で行われることもある。また女性は女性器の構造上立ち小弁をしにくいため野外で排尿するときに使われることもある。ストッキングが伝染しにくい利点もありアメリカではストッキング普及初期にはそれを防ぐことができるため中腰で排尿できる便器としてサニスタンドが登場した。 日本でも東洋陶器が1951年に発売したが、当時の日本では中腰での排尿には抵抗が強かったため普及しなかった。なお、1964年東京オリンピックの際には女子選手用として国立霞ヶ丘競技場陸上競技場内に設置されていた。やり手水とは抱え上げて小便をさせること。近くに トイレがないところで、小便を模様した幼い女児に対して行う。太ももを持って、股を開かせ、体を抱えて、小便をさせる。太ももを開かせる場合、正規が他者より見える、可能性があるため、股を閉めて、尿をさせることもある。排尿に強される、公衆便所一般的に排尿は、特別な事情がない限りトイレで行う。しかし、幼児や、 高齢者、病人など移動が困難、または、通常の便器が使いづらい場合や、渋滞発生時などトイレに行けない場合には、ポータブルトイレが用いられる。道端、屋外等近くに、トイレのない場所において、尿意を模様し、我慢できない場合にやむを得ず行う。特に子供は行わざるを得ないことが多い。また、男児の場合は立ち小便、女児の場合は、 しゃがんで放尿を行うことが多い。付け加えて、女児の場合は陰部を清潔に保つため、ティッシュなどで拭くことが望ましい。道端、側溝、平草むらなど橋の型で行われることが多い。環境保護、公衆衛生の観点から、野外排尿は行わず、携帯トイレを持参し、排泄物を持ち帰ることが望ましい。ありがとうございます。